マッスル日本。はい、どうも皆さん、はじめまして、マッスルと言います。ですね、本日アトラス発売日でしたけども、ちょっとね、残念ながら明日に延期という形になってしまいました。非常にね、ちょっと準備もしてたのでちょっと残念なんですけども、まあ延期が明日なので、まあまあまだまあまあいいかなという感じなんですが、まあもうもはや延長の予測ができてなかった自分が悪かったなっていうふうに思えるようにもなってしまいました。はい。それと同時にですね、新しいトレーラーの発表がありましたので、そちらの方をね、とりあえずご覧いただいて、でまあ最後に、気になった部分などピックアップしてスポットを当てていきたいと思います。それではね、早速新トレーラーの方をご覧ください。ではどうぞ。はい、では皆さんいかがでしたでしょうか。
またね、新たな映像がいくつか追加されていましたので、ね、気になるところをピックアップしてちょっとね見ていきたいと思います。まずはこちらですね。なんか蛇が歩いてるんですけども、その前にこれは多分プレイヤーですかね、プレイヤーの後ろ蛇がついていってるっていうことは、おそらくこれは、ペットでしょうね。はい、ということは、まあ本当にいろんな、種類のペットが、いるのかなというふうに思いますけども、非常にちょっとね、楽しみですね。はい、では次見ていきます。はい、次はこちら、街中をね普通に歩いている、なんかアークでいうギガントピテクスと、あと、まあ、画面中央左、ペンギンも歩いてますね。これはね、まあプレイヤーの後ろをついていってるわけではないので、もともとの住民なのか、それとも、他のプレイヤーがテームした、生物なのか分かりませんけども、はい、いろんな、生物がいそうな感じですね。はい、次行きます。はい、こちらのね映像の前に宝の地図を広げているシーンがあったので、まあかなり広い広大なマップなので、まあ、当然これ以外にもね、ものすごい金銀財宝がね、この世界に眠っていることでしょう。はい、こちらですね、幽霊船ですね。もう本当にこうパイレーツ・オブ・カリビアンを彷彿させるような、そんなシーンでしたけども、これはどうなんですかね、大砲の弾は当たるんでしょうか。ちょっとよくわからないですけども、非常にこれも楽しみです。こちらのねモンスターも、なんかこうアークでいうところのユーティラヌスとロックドレイクを足して2で割ったような感じですね。こういう生物もテイムできてね、騎乗とかできたら面白いですけどね。はいはい、こちらは人魚ですね。まあ、この後パンチ一発食らわしてるんですけども、まあパンチ一発でどうにかなる相手なのかどうかは不明です。はい、このトレーラーで一番ワクワクしたシーンなんですけども、なんかねやっぱり設計図があって、でその設計図に必要な材料を使って一気に完成させるというわけではなくて、やっぱりこう建築要素ですね、船もなんかちょっとずつ作り上げて、で最終的に完成という風な、そういう流れのような、映像でした。で、その後の映像なんですけども、この船のセールの部分ですね、これはプレイヤーの自由に描くことができるようですね。はい、これも非常に楽しみです。で、こちらはアークのアベレーションで登場したグライダーのような感じですね。これもすごい気持ちよさそうですね。はい、でこれもアークのアベレーションで登場したロックピックのようなものですね。いやー、しかしあのアークのいい部分をね結構引き継いでくれてそうで、すごい嬉しいですね。これはすごいですね。まあ俗に言うクラーケンですかね。これはさすがにソロではどうしようもないような怪物なような気がします。で、トレーラーの一番最後で紹介されている、おそらくこれモッドだと思う、まあモッドって書いてるんでそうだと思うんですけども、PVP 要素のモッドかな、戦闘機に、戦車、それと、かなり大きい飛行物体ですね、まあ、こういうものも使えるようになると、PVE ではどうなのかちょっとまあ多分使えると思うんですけども、この辺も非常にワクワクしますね。はい、いかがでしたでしょうか。もうねかなりちょっとねピックアップする場面がかなり多かったので、端的にさせていただいたんですけども、本日その12月20日が延期になって、明日の、21日、金曜日、スタートということですけども、僕自身もね、スタートと同時にちょっとね、配信をしたいと思っておりますので、もしよければぜひぜひ配信の方に遊びに来ていただけたらというふうに思います。
それでは今回ご視聴ありがとうございました。またアトラスの世界でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。